どうも、グリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。今回は地下へ行きたいと思います。で、これ、USB ドングルキーっていうやつをね、忘れてしまいました。スターズの事務所にね。これが必要になるので、またね、取りに行きました。はい、それでは行きましょう。しまった。これからね、新しい武器が手に入るんですけど、それにはめれるね、パーツがあるんですよ。あ、ないか。あ、ある。 あ、大丈夫だ、持ってきてる。で、これを調べて戻してからはめる。で、これを組み合わせる。いいですね。で、ここはね、向こうから鍵がかかってます。なので、途中にあったここですね。ここに行きたいと思います。どうしよう。まあ、まだいいか。これね、最初びっくりしましたよ。まあ、もう多分ね、僕の動画見てる方って、他の方の動画も見てたりするしてると思うんで、まあもう展開は分かってるじゃないかなと、思いますけど。びくともしない。誰かいるの？ねえ、大丈夫、何もしないから。怖いの？私が助けてあげる。助けがいるのはあなたの方では。何？よく聞こえない。あなたの方が危ない。どうして？そこ、すぐ後ろに。え？嘘でしょ。はい、ということでボス戦でございます。回復して、どっちから来る？殺して倒すしかない。死にたくない。ここで弾切れちゃうか。これなんでな。あぶねー。弾なくなっちゃった。おお、あぶねー。
やっぱ一番最初なんでね、そんなに強くはないですね。安心して、もう大丈夫。そこにあるはしごを下ろしてもらえない？一緒にママを探して。こんなとこにいるの？いると思う。いてほしい。ええ、いいわよ。探してあげる。シェリー若いですね。ちょっと先に、拾えるものは拾って、行きたいと思います。あとはこっちの方にもなんか ありますね。グリーンハーブと玉、こんなもんかな。うん、はい、じゃあ行きましょうか。ないよね。オッケー。じゃあ上がります。こっちよ。ちょっと待ってね。先にこっち。ガンパウダー。ん？組み合わせましょうか。どっちと？こっち。動かないみたいです。可愛いですね。すごい。クレアはね、片手でやりましたけど、彼女にはまだ無理だみたいですね。ママはどんな人？アンブレラで仕事してる。私の薬を作ってるの。アンブレラ？あの製薬会社？いつも仕事場にいる。あまり会えなくて。うん、それじゃあ早く会えるといいわね。お父さんはどうしてるの？パパはそのママと働いてたけどもういないの。ああ、私も親がいないの。今は兄貴と二人。ああ、本当に？私たち共通点があるみたいね。嬉しいわ。はい。お、嬉しいですね、これは。ここはこんなもんなのかな。じゃあこれを預けましょう。これもいいかな。はい、ナイフは持ってなかったかな。ないですね。で、セーブしましょう。新しいところに。
はい、じゃあ行きます。閉まってますね。ダメだ、カードキーがいる。来て。ねえ、手伝って。本当にこっちなの？うん、そのはずなんだけど。シェリー、ずいぶん探したぞ、シェリー。こんな状況で一人で出かけるとは勇ましい。手を上げて膝をつけ。冗談でしょう。膝をつくんだ、今すぐ。シェリー、手を縛れ。なんでこんなこと。黙れ、縛るんだ。いいのか、言う通りにしないとこいつは死ぬぞ。どういうつもり。犯罪者から子供を守らないとな。シェリー、おいで。何をする気。関係ないだろ。その子を傷つけたら許さないから。シェリー、こっちに来るんだ。名前は。名前を言えと言ってるんだ。クレア。シェリー、私と一緒に来ないとクレアが死んでしまうぞ。分かった、行くから。ママのところへ連れてって。もちろんだ。信じちゃダメ、嘘よ。クレア、動かないで。俺のやり方にいちいち口を出す。やめて、しつけがなってないようだな。教えてやろう。厳しく仕込んでやる。離してよ。覚えてろ、ゲス野郎。今気づいたけど、シェリーわざと落としましたね、ネックレス。ムービーをよく見るとね、シェリーがネックレスに手をかけてたんですよね。まずはカードキーね。その後はあいつに借りを返す。はい、ということで、どっちから行った方がいいんだっけな。こっちは鍵が必要なんですよね。なのでこっちかな。あそこにね、見えますか。いますけどね、走っても大丈夫なんです。はい、こんにちは。まだ死んでないですね。そんな気がします。よし、とどめだ。
ああいうふうにね、クシャーってなってくれれば分かりやすいんですけどね。あ、死んだなと。そう、ここも鍵必要なんだよな。これは何が入ってるんだっけ。車のキーか。で、こっちはいけないんだよね。あ、そうだ、この先に、まあもうさっきね見えてたんですけど、リッカーがいるんですけど、それはね、やっつけといた方がいいかもしれないですね。はい、ここで新しい武器が手に入ります。そのリッカーをね倒しときたいので、やっぱここでグレネードランチャーが必要になってきますね。結構強いんですよ。リッカーもね、2発ぐらい、うまくいけば1発で、倒せるんで。あ、待って。よし、じゃあ戻ります。待ってろよ、リッカー。ここにブルーハーブがあるので拾います。はい、じゃあ行きましょう。くらい。死ぬか。死んでくれましたね。そしてあと1匹。こっちは何もないか。今ワンちゃんも食べてましたね。死んでくれるか。強いですね、やっぱりグレラン。いつもねグレネードランチャーのことをグレポンって言っちゃうんですよね。撃つ時にねポンポンって音がするんで、グレポンって呼んでましたね。ナイフ持ってないからな、今。負けないわ。よし。なんもないか。順番に開けていきましょう。こいつが持ってるんですよね。ここからじゃあちょっと頭は狙えないな。狙えないようになってますね。あ、でもいけるかなこれ。ダメだ、足。マジか。
あと2発しかない。早いな、結構早いけど熱い熱い。でここに鍵が。なんかあったかな。この子はなんか持ってるかな。特に何も持ってないですね。ここはなんかあった気がしますね。これか。拾える？あ、拾えた。オッケー。あんまりね、外まで出すとなんか起き上がってきそうで。ここは開けないでおきます。あ、レッド。なんでかっていうとね、ちょっとだけ見てみます。そういうことです。はい。めっちゃね、でかいゴキブリが中にいるんですよ。はい、で、まだ開けてない扉。あ、忘れてた。ないかな。待ってもよかったんですけどね、他の部屋で落ち着くまで。そしたらこっちか。さっきのやつこっちから来たけど、あのおっちゃんね、所長なんですよね、あいつ。あいつ所長だったの？そうなの。で、グレネードランチャーの部品をセットして、で、レバーを引きます。ガンパウダー。なんかこのメットでかくね。気のせいかな。クレアが頭にちっちゃいのか。はい、ここにね、関係者以外は乗れないなってて、あそこのレバーを引くことによって、乗れるようになるっていう。こっちに乗らないとね。はい。はい、ここがね、所長の部屋ですね。で、こうウィリアム・バーキンのからの メールですね。弾を拾って、
で、こっちにですね、ハート型の鍵があるので、それを拾いたいと思います。で、これを調べると、後ろにね、鍵があります。そうで、ここにね、見つけた、はい、カードキーがカードキーだあるんですけど、ここに入るには、これね、レオンの時もありましたけど、ここを開けないといけなくて、で、そのためには部品が2つ必要になります。で、その部品が、東倉庫だったかな、西東どっちか、と、時計台のところですね、そこにあります。はい、とりあえずですね、ここ開けとこうか、とりあえずね、はい、とりあえず今回この辺にしたいと思います。はい、またね、よかったら見てください。お疲れ様でした。バイバイ。